怒りっぽいところね。髪がパッサパサになっちゃうじゃない。髪のお手入れには発明品54号がいいわ。髪がツヤツヤになるわよ。使ってみる？そんな素敵な発明品が？すごいわ。ねえ、どうやって作ったの？わかりました。知りたい？まず腐った死体の爪を煮詰めて。さあ、ちょっちょと敵を倒すわよ。みんな頑張りましょう。わかったわ。私たち何も知らなかったわね。この世界のことや自分自身のことも。そうだな。だが今は全部知ってる。世界のために俺たちがすべきことも。私の勝ちね。楽しかった。